24日主の十字架クリスチャンセンター東京アントウケ教会主日第三礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。再びお一人お一人をこの第三礼拝に集めてくださり、共にこの場所で礼拝できるように恵みを預かれることをありがとうございます。主から与えられている一つ一つの御心の働きが守られますように、心からの祈りができるようにしてください。さらに私たちが霊と誠を持って主を礼拝し褒めたたえることができますように、助け導いてください。そして集われているお一人お一人の上に主からの豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。またオンライン礼拝に集われている兄弟姉妹の上にも主からの豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。礼拝を始めるにあたり感謝して主イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。それでは賛美をもって主イエス様をめたたえていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは、賛美をもって主を礼拝していきたいと思います。最初の立ち上がる方はどうぞお立ちください。なんかこんな感じですか。近づけてやる。あ、はい。
しましょう。どんなに悲しいことも、どんなに悩むことも、今ではそれが素晴らしい恵みに変わった。いつも奇跡、ここからここからここから始まる恵みが、ここからここから神様の奇跡。ハレルヤ。さらに本格的なこのリバイバルの働きが豊かに起こってくることを覚えなさいと主は言われます。あなたはさらに信仰の歩みをさらに強め、リバイバルの中で神の大いなる栄光と勝利を豊かに見ていくであろうと主は言われます。さらに期待し、さらに主に従う意味を強めてくださいと主は言われます。豊かな聖霊の流れの中で、さらにお一人お一人が生かされ、大きく用いられていくと主は言われます。私が与える言葉をあなた方は信仰を持って受け取り、またその言葉をしっかりと握り、信仰の一歩を踏み出し、信仰によってあなた方を歩んでいきなさいと主は言われます。それでは、もう一度主の方に伝えていきましょう。The Lord again.Let's praise the Lord. Our dear Heavenly Father, thank you for the time of praise and worship, and thank you for giving us prophecy in the name. Please lead this the worship in the name of Jesus. We pray. Amen. Please be seated.Now we have a time of individual prayer. Please pray individually. お一人お一人が主の前で静まって交わりの時、お祈りの時を持ってまいりましょう。
お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。Now, let's praise and worship again.初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。 The Lord's Prayer. 天に祈ります。 Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. 皆をあがめさせたまえ。 Thy kingdom come. 御国をきたらせたまえ。 Thy will be done on earth as it is in heaven. 地にもなさせたまえ。 Give us this day our daily bread. 今日も与えたまえ。And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Now, let Pastor Paul Akimoto lead the whole the communion service.Now we will have the communion service. The Holy Communion is proclaiming the death of Jesus Christ. In our church, we recommend you to take part in Holy Communion if you believe in Jesus Christ as your personal Savior. And the priest, if you believe in Jesus Christ and have been baptized, please prepare bread and water.Wine over the internet. Let me pray. Heavenly Father, thank you for this bread and wine. And please bless this wine and bread, and please press the bread over the internet. In the name of Jesus, we pray. Amen.それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを感謝します。Please confess to the Lord.今夜の祈りをイエス様の名前によってお願いします。アメン。
Jesus took bread and gave thanks and before broke it and take it, this is my body. Let's have the body of Christ. This is my blood of the covenant, which is poured for many, he said to them. Let's have the blood of Jesus Christ. Heavenly Father, thank you for the communion service. In the name of Jesus, we pray. Amen. After the communion service, now we have a time of offerings and give thanksgiving to the Lord. Let's sing Seek Ye First together. それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。バズル天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げしました。どうぞこの捧げられましたものを清めてくださり、リバイバルの働きのために、御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人のうちに、主からの豊かな恵みを祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。この献金を感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きたいと思います。本日のメッセージ箇所は第1ヨハネの手紙15章14節から15節になります。新科学聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の471ページ、第2版をお持ちの方は432ページになります。それでは司会者の方で読ませていただきます。第一ヨハネの手紙15章14節から15節になります。本日はこの箇所を通して特別賛美、しばらく賛美の後にパウロ・アキモト牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。After the special praise and worship.
お立ちできる方は、Please stand up if it's possible.
with God all things are possible. 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの土地に表されてゆく。ハレルヤ。Gonna open your mouth widely, and then I will fulfill. Ask me earnestly. Ask the best things, and I will the best things. Says the Lord. Our nationality is in heaven.旅人であると誓います。この中で神の御心を行えるように求めていきなさいと誓います。信仰の忍耐を用いてください。あなた方が従うにおいても、また約束の成就を見るにおいても、問題の解決においても、病の解決においても、あなた方は信仰の忍耐を持って働かせていきなさい。確かに瞬時になされる場所もあれば、しかし待つ技もあるとしてございます。あなた方は忍耐を用いてください。忍耐を持ってあなた方の信仰を表し、また私の技を全うしてください。この最善の計画というのが教会全体においても、各部門においても、各個人においてもあるとしかれます。しかし必ずしも全て の者たちがこの最善の計画を選ぶわけではないとしかれます。特に祈り聞き従いの土台を強め、主が備えられている最善の計画を選び取ることができるように願っていきなさいとしかれます。さらに私はあなたの人生に大いなることを用意していることをなさい。この後世界を大きく変化してくることを思いなさい。その中において私は従うもの、信じるものとして栄光を表していく。この人の思いをはるかに超えた神の計画というのは、この高く広く深く、この幅広く流れていくとしか言われます。その中で多くの方々がこれからこの救われてくるとしか言われます。それは国内にとどまることなく、古代陸全てにおいて救いの御業が起こってくるとしか言われます。栄光を表しています。主よ、栄光を表してください。この地を
癒してください。あなたに賛美を捧げます。我が神よ、我が神よ、あなたはいつもそばにいてくださる。この地にも住む来てくださる。あなたの神の救いを心から望んでおられる。主よ、栄光を表してください。この地を癒してください。あなたに賛美を捧げます。マイク入ってました。入ってました。今だけ Heavenly Father, thank you for giving the prophecy, the word of prophecies, and thank you for the special praise and worship. Lord, please teach us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Everyone, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone over the internet. Good evening and good morning. The last Friday, the American team came back, and there is the video, the movie for this team. Please look at this movie. There is no movie in the centuries. Someone forgot to the make. And I think that the pastor Asano is living in a very nice place and with a very good view. Before this team, the Pastor Asano broke the bone, but he was getting healed, and then he was able to drive.
殉教の本をね、何か頼んでこられて、それで感動された方が来て、someone that wrote a letter about that, こちらのオンラインを見てますね。ですから私のことを知ってる。And then that person knew me. And she was a fan for the Jerusalem. And that person, the children of CS of that person's church, that they are very. But that she hasn't spoke in tongues. And then I prayed and touched on her, and then he began to speak in tongues.And I think that the next move, the next move, next work has been moved in the United States. And that New York is a very point, and maybe I think that the New York's works is a lot in entrance of the Europe and also the Middle and South America.And I met John, Mr. John, who the pastor Shaw's husband. And I think the prayer of the pastor Liebecker, he has praying for him.Then that through her prayer, the burden for our church was given to her husband John. I think John was led by the pastor Liebecker's prayer.集会があって、and then that there were the after that meeting, and the Mrs. Hoyt took her friend to me, and then she told me that the revival has come. No, I think that phrase is good. But after that, I thought about her words. And before that meeting of centuries, I was so attacked by Satan, so I could not sleep at all. And then I prayed for the meeting of centuries. Of course, I received the calling of the revival. And then I think her words was very meaningful. And that May 20th is the beginning of the beginning day of the revival. Of course, it's my private I hope that the day and will not change. I think after the 20s, and many things has been changed. And anyway, thanks to the Lord. And the next movie is for the Hakuba Camp. Okay, I'll look at the movie for Hakuba Camp.
はい、ありがとうございます。どうぞ皆さん、あのキャンプにいらっしゃってください。多分このレベルのキャンプでは、言ってませんけど、日本最大じゃないですかね。I think, おそらく、ね、多分ね。Until now, the, 非常に神様の霊の祝福が変わります。There are, そしてね、this camp is a very the biggest camp in Japan. 非常に素晴らしい思い出が。In the camp, your life will be changed and you will be blessed spiritually. Who can pray only for 30 minutes and then someone started the Bible.But this experience like the noodle without the soup. I think that such kind of person has a weakness in spirit. I think that.In the, such kind of a camp and meeting, you will be blessed. And many, many people will come together and the priests take the many people to the camp. And some of that, the next movie is a The Kokoro Gospel Concert.
はい、どうもありがとうございます。Thank you. あの神様に導かれた特別なあの集会ですね。This concert has been led by God, and the works of the praise and worship is a very biggest point for the revival.ですから、今ね、いろんな方々の癒しとか、many people were touched by God and many people were healed, but beyond such works will occur, and it's no doubt that many thousand or more people.will come together according to God's will. Please have a vision from God. If you have a vision and dream, that the person who have a dream, that God will work through such kind of people. And then the works of the praise and worship are increasing.オーケストラを中心にチームが行くというですね。それでバスで行って話を聞いたんですが、その時はオーケストラ and some team バスが借りられなかったと。それで5台か6台の車で行くということになったそうですね。まあ祈っていただきたいと思いますね。いろんなことがこれから起こるので期待しつつね、見といてください。そして8月15日だバスAnd August 15. And also that we have making that the short movie for teaching. The new movie, could you look at the three movies, new movies?皆さんこんにちは。今日のテーマは聖書66巻を歌で覚えるです。聖書は誤りなき神の言葉です。旧約聖書と新約聖書からなっています。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻の新旧合わせて66巻となります。今日は旧約聖書を覚えましょう。Please learn that Old Testament. So, should we be missing? Joshua, Shishirut, Samuret, O, Lekidai, Ezne, Ezteki, Joshua, Shishinken, Dendo, Gaka, Isaiah, Ereai, Eze, Daniel, Osea, Yoe, Amo, Oba, Yonami.ゼカリア、マラキネ、サンジュク。Good afternoon, everyone. Today's theme is to learn the Bible 66 laws by song. In the Old Testament, 39 laws, and in the New Testament, 27 laws. Total 66 laws.ヨハネの牧師で二十四
皆さんこんにちは。Good afternoon, everyone. 今日のテーマは Today's theme is the Bible. 聖書は辞書みたいに分厚くて、The Bible is like a dictionary. 読むには大変と思われる方も多いんじゃないでしょうか。Thick. 旧約聖書は39巻。The Old Testament has 39 laws, and the New Testament 27 laws. この書簡を覚えるためには、the 3 times 9, 3 times 9 equals 27. さて、聖書はモーセ、ダビデ、パウロ、the Bible was 500年以上かけて書かれています。Wrote in many people for 1,500 years. David was a king. Peter was a fisherman. But beginning, the Bible is the total theme from the beginning until the end, because these people are Lord according to God's guidance. Please, now we'd like to introduce the Bible. では今回はこれで終わります。また次回お楽しみに。はい、どうもありがとうございます。1分というのはね、The one minute movie, that many people can look at that one minute movie. Now that we made the five movie, and also that the longer time movie, we will make. Because of the それもやっていってます。ですからどうぞそれもね、読んで見て用いておいていただきたいと思います。それから最後の映像でね、ちっちゃい中にいるのはいましたよね。あれ居眠りしてるっていう。You know that the smell, small, no, that some the this person look seems to be sleepy, but I think I recommend the person who are very sleepy person. Now, we'd like to make a message. The prayer is the great blessing over Christian life. Of course, in a sense, that our Christian life is harder than that non-Christian life. But that God can help us, but in that case, that we need to pray. But we are all have a tendency to not to receive the God blessing through prayer. But everyone prays. Prepare for to be able to receive the God blessing through prayer. That in my case, I wrote the five other books of prayer. It's a very short book. I think maybe if you look at my book. Of course, that the book teach the how to pray. But since I became after the 3 years, I became a Christian, and for about the 3 years, just only that one prayer was answered. Because I didn't know about the prayer. Through the prophecies, and the works of internet and the works of movie, and then the very young generation will gather to such both divisions. Because
Maybe I think that the young generation, glad you know to discover about the internet because the from the young age they are you know that the they are good at you know that the they have been that playing that the game. So that in the case of a prayer, please do the prayer. And then continue to pray is very important. Of course, that the most important thing is you know that stand on the word of God, and also you need to endure to pray. That if you pray, the point is Matthew chapter 7 and verse 7. The Bible said seek. That the point is to seek to God. In the other words, that the to seek is to hope or desire. And if you desire, let's pray. That the prayer's point is a desire. What God answered that our prayer is your desire. Desire and desire and desire. Your desire is the will of God. God will answer your prayer. Of course, when I was young, my body was very weak. But the only thing I knew, the prayer. I think through prayer, I thought that, oh, I will be alive, I will heal through prayer. And I of course, I plan to pray for about 8 hours. After that, at the time, that the center of my the mind, is a desire. Of course, if you face that trouble, even if you face that trouble, but many people have a tendency not to pray. There are many such kind of people who don't pray. Well. Of course, you know, I'll check that that book of healing. Of course, after the 22 years, I haven't fell down. And then for about 1 week, I was hospitalized once, but after that, after I have never been swept down and pulled down. God has been keeping me, protecting me. So please ask to God. Please ask to God. Ask God. Ask to God. If you don't ask to God, such attitude is unfaithful. That the point of prayer that this scripture said about you know that the next stage of prayer. This is a confidence we have approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if you know that He hears us, whatever we ask, we know that we have that we asked of Him. If it's the will of God,
これは聞かれる。If you ask that the will of God, that pray, such kind of prayer will be answered どう祈ったら神様に聞かれるか分かんない人もいる。Maybe that some people don't know about how to pray, or you know that some people were very other worried about, scared about my prayer will be answered or not. So, but if your prayer is the will of God, you will, of course.もうそれは受けたのと同じです。That your prayer is always in the will of God. Your prayer will be answered. So, the next stage. Mark chapter 11.何と書いてあるのかと11の24 22 Mark chapter 11 verse 22イエスは答えて言われた神を信じなさい誠にあなた方に告げます誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言ってこの中で疑われるただ自分の言った通りになると信じならその通りになります、ね、ここでね神様を信じなさいって書いてあるのは一体何を信じなさいって言ってるのかというと、ね、山が動くことを信じなさいね、what he says 山の動くことを信じなさいって言ったら一体何を信じなさいって言ったら不可能なことでも神にできないことはないと信じなさい is, you know, that, ですね。ですから皆さんね、皆さんがどういう問題になっていたとしてもあるいはどういう病気になっていたとしてもin severe condition or you are in the very big trouble butBelieve that the many, any kind of trouble will be restored by God. God can solve that any problem. So that in that book of Mark, believe, please believe. そしてですね、And then,この中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますだから神様は全能の力を持って神様は何でも解決できると思って自分の問題にかかるなら解決できると思って自分の問題にかかるなら解決できると思ってところがねこれ一個余計な言葉があるんですねそれは何かというと心の中で疑わずって書いてあるそうしましたね皆さんねSomeone read about that no doubt in his heart. But of course, I wrote that the five books of healing. Of course, but we have a tendency to be doubt.疑いっていうのは doubt 皆さんが健康な種類です。ですね。Doubt、もし疑わなかったら、よっぽどその時だけ聖霊が臨んだか、あと病院に行ってください。ね、でこれは疑いがあるんです。違う。Of course, we have a tendency to doubt.もちろんない方がいいに決まってる。Of course, that I think, しかしこのことを言ってるんです、ね。その後にポイントが出てるんですね。But the point that それは何かっていうと。だからあなた方に言うのです。Therefore, 祈って求めるものは you ask 既に受けたと信じなさい。Prayer, そうすればそうなりますと書いてあるんですね。つまり疑わないということに並行した言葉は、ね、But, 受けたと信じなさい。Another aspect that whatever you ask for prayer, believe that you have received it. で、これはね、第一ヨハネと合わせて。考えるのはこういうことになります。御心の祈りは必ず聞かれる。だから受けたとしてそうすれば必ずそうなる。Chapter 5, verse 14 and 15. じゃあ皆さんね、御心を考えてください。例えば、私は病気の時に祈った。When I was, 治るよね。さっき言ったようにね。8時間も祈りませんでしたけど、1時間祈らなくて治った。I didn't. ね。I didn't pray for 8 hours every day, but
そうするとね、御心が分かります。And then that God told me that the word that I will heal you。聞かれるわけ。あ、じゃあこれは聞かれる。So at that time, oh, I got to know that my prayer will be answered. And then I started to receive that. ですから私ね、その時に受けたと信じた。At that time, I have received it. じゃあね、じゃあ受けたと信じるってのはどういうことかってね、ちょっと頭で考えた。What is that you have received it? 病気が治ったんだから健康。Of course, already I'm healed. 健康だって言わない。だから、so I got well. 健康な意味として、健康なような顔をしないで。Of course, I need. 私それに思い当たって、I should. そしてやった。私は健康。Like that. 私は病気が治りました。ね。それじゃ違う。A person. 入院する。手術なの。I thought. しかし私は信仰を使う。About. そしてこれが皆さんね。vomiting that bread, but I continued to stand on the word of God. My son, the second son Benjamin, and then God told me that I will heal him. So I received that God word, and I. あもし話すと、ね、皆さんも怒っちゃうでしょうし、ご飯の時間が遅れるでしょう。一番遅いのは私なの。一番早く lunch time is near。治っちゃったんです。And then the son Benjamin was completely healed。ちょっと最近言われてることがあったのは、God told me。そういうふうに何か問題とか困難があって、その受けたと信じて対応するっていうことからに関しては。この受けたという信仰を使っているんですが、一般的なことはあまり使ってないって言われてますね。それで今回アメリカに行くときに、健康のことをね、ちょっと言われてるわけですね。当初は、The Lord told me that not to use that their face. それ言われたんですね。それが大変。Of course, that I had to check about my, you know, that the book of Revelation and the healing. So I had to check about my books, many books. It seemed but impossible for me to, you know, to like and check the old books. And at that time,策を変えないといけないですね。God told me that change your mind. この本を書くように導いたのは私である。Because I led that you to write and check these books. So I already gave that power to write and check that many books to you. あなたはそれを完成できる。You can complete.Your works for that. At that time, I got to know that. Then I can do the many things very easily. About the things of the Holy Spirit. Of course, by law, そして例えば、ね、私が愛に満たされるときには聖霊の技であって私たちの技であって神の技であって fulfilled with love。そして愛しなさいって言ったときに我々は自分でやろうとするとそんな簡単にいかないぞできないっていうふうになるんですよね。でも皆さんね、愛しなさいって言ったのはそのところです。そうなりますと皆さん立法的に考えると我々はできませんね。でも皆さん信仰的に考えるのはどういうことなんですか？ In the way of faith, 御心でしょ？ That, 御心ならば to love, the person 聞かれるって書いてありますね。 is the will of God. Then, ね、if you ask 聞かれるなら受けたと信じる。 So you have received it already. ああ、私は愛に満たされた人になりました。 Of course, so I can confess that なんだお前、あの時誰かが蹴飛ばしてたのかな？ 言うかもしれません。すみません、それは悔やめますね。しかし今の状況はそうであったとしても、もう祈りに応えられているから、神のところにそうなります。それが起こります。ということになるので、
告白。それとともにいろんな問題とか困難があってね、どうにもその問題が解決されるのね、可能にしても、いいですか、聖書の言葉なんかにはっきりと約束があります。But there are many, many promises in the Bible. それに立つの。So you need to stand on the word of word of the Bible. 受けたらしい。So and you have received.ですから受けたと信じるということは一般的な信仰の使い方です。そしていいですか、believe that 祈りにおいては求めなさいがまず、but the first step is to seek to God and then that you have で私はいろんなところで believe you have received it、ね、もう最初はね、神様助けてくださいって働いてくださいって恥かかないようにってやってたんですね。だからところが途中からちょっと、ね、変化が起こってきまして、何かというと神様は私を使わせてます、神様は私を通して技をなさいます、ありがとうございます、受けたと。そしたら奉仕の内容はね、ぐっと変わってきました。 And then that my works has been changed and there いや、お前失敗してるぞって外の人は評価するかもしれませんが、私はもう違う感覚。そうしますね、この信仰の使い方が適用されていると。So I use this, you know, that the next stage is to believe. You have received it. Let me pray. 何か、従い始めたら妨害があって、ちょっとがっかりしちゃって、some person主の御心ならば進むこと、その進むことによって全ては益となります。テナスはどうぞ豊かに導いてください。なんか迷いのある方がいらっしゃるんですが、なんか握ってることがあります。それを神様に渡してフリーになった時にははっきりと確認ができます。テナスはどうぞ豊かに導いてください。ご御心と御業をお話しください。また語られている飯がある方がいらっしゃいます。そちらの方に目を向けませんか。その方に目を向けて進むように。その時このいろんな事柄が起きて進んでいきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全然の悔やみを。And if you have a same prayer, pray for before the Lord. それではおのおの癒しのために。So please pray for healing individually. トランスあなたがこの前にご臨在されていることをありがとうございます。お一人一人の方を癒しの癒しを。イエス・キリストの名前病の力を打ち砕く。イエス・キリストの名前お一人一人の方を癒しの癒しを。The in name of Jesus, heal. That there are some other problem of our chin, and some in the name of Jesus, I confess that healing for everyone. In the name of Jesus, Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah.仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちとともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。 Please be seated. 報告をします。スクリーンをご覧ください。 Please look at the screen.個人の総会が今週の土曜日あります。どうぞ個人のパートナーの方に共になる方お集まりください。五反田でやるんですね。はい、アメリカチームは金曜日に帰国です。ありがとうございます。白馬キャンプが4月28日からです。ぜひお友達をお手伝いください。白馬キャンプは we will held in summer. チェコチームが6月8日13日に行きます。ただこれは人数がいっぱいになってしまったので締め切りです。
で、あと、7月16日から21日のパトモスチームはどなたでも And also you can join that other Patmos team. はい、沖縄と厚木聖会が meeting in Okinawa and Atsugi will be held. 感謝の聖式とこの50分間。はい、次は聖鳥グラス。この後いろんなグラスがあります。どうぞそちらにもせてください。はい、報告お願いします。クバキャンプが行われます。7月28日プレキャンプ、29、30、31本キャンプの日程で、行われます。朝夕の聖会、また全国ゴスペルグループコンテスト決勝大会のほか、この楽しいレクレーションや、またこの温泉ですね、おいしいお食事など、この神様の恵み祝福のたくさんあるこのキャンプです。このキャンプはどなたでもご参加いただけますので、ぜひお友達やご家族などもお誘い合わせの上ご参加ください。受付のところに申し込み書と募集要項が置いてあります。またこの白馬キャンプのこのウェブサイトもありますので、そちらもご覧ください。白馬キャンプの時に東京アンテオケ協会からホテルまでの大変便利な直行バスが出ます。今あの申し込みの方を受け付けておりますので、ぜひ多くの皆さんお申し込みください。よろしくお願いします。学生会からのお知らせです。今日は2時15分から街道で合同ヤング礼拝があります。その後3時から会館で学生会の食事会をします。今日のメニューはちょっと豪華にすき焼きパーティーです。ヤング学生の皆さん、ぜひお越しください。8月15日土曜日の心ゴスペルのチラシ配りを今日から始めていきます。今日の路上で歌ってくださるチームは、北口がゴスペルシード、南口がカム&ワシップの皆さんです。お主になる方、3時にお集まりください。はい、終わりですかね。それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。